はい、次いきます。オンキーボードみっちゃん、エンちゃん、あのアルフィーのエンジェルギターに合わせて天使の代わりに、なるほど、代わりに天使になったという感じです。どういうことだったのか。そうなんです。あれはあのミネキさんがあの衣装を本人に近いと、ね、今日も大活躍、一番活躍してくれてある、ね、メリーをもう1週間ぐらい前にドラム頼まれたのもうバッチリでしたね。さすがやな思ってね。いやいやいや、さすがですよ。あ、OK です、OK です、どうぞ。あ、すいません、なんか、あ、アサヤンです。どうも、よろしくお願いします。ご存知の方も多いとは思われますが、ですね、まあ、毎年私が主催して、ジェフ・ベックのトリビュートでイベントなる、催し事を、毎年やってらしてもらってたんですけれども、まあ、そのね、ご存知の通り、コロナでちょっと延期いう感じになって、やっと今年ちょっとできるようになりまして、はい、ありがとうございます。ここはまあ、中にご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、BBA のね、トリビュートバンドの TSA というバンドをやらせてもらってるんですよ。で、まあ、その TSA がまあ中心になって、ジョグベックのトリビュートバンドを総勢、6組、プラス、オープニングアクトの方、合わせまして、合計7組の、アーティストさんによるジョグベックのトリビュートイベントを今年、10月15日、これだけで構いません。1015、10月15日のアムホールで、開催させていただきますので、またチェックの方よろしくお願いいたします。アサヤンでした。では、鈴くんにつなぎます。ボーカル、鈴くんです。鈴くん、ね、BBA ってババアですかね。ババアです。いやいやいや、何を言ってるんですかね。次はアルフィー言えば多分これはみんな知ってはるかなと思う曲なんですけどね。やりましょうか。なんでギターもしかいな。いや衣装みたいな前からです。先がきほとごしぶとかあんまり、いや、愛を取り戻せやって。ああ、それは得意やけどね。今日はちょっと、次ちょっと、あ、そんなんあるんですか。ありますよ。まあね、次はほんならちょっとメタルっぽい曲
ある日、結構高見沢がヘビーメタル好きで、割とこう、ね、メタルっぽい曲もあるんですけどね。ギターはもう、上手い人がいるの、ちょっと。まあ、